はい、久しぶりに来ましたけど、今日波がね落ち着いてくる予報なんですけど、まだちょっと波がありますね。まあちょっとね、今年初めてですね、日本海にカヤックで出るのはですね、去年の12月以来寝れてないんで、まあ4ヶ月ぶりですね。頑張ってみたいと思います。やっぱ波ありますね。来た。あー、もう来た。早い。早いですね。もう来ました。引っかかったんか。もうですね。来た、来たー、来たよー。よっしゃー、来た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 。おー、いいね。おー、引く。よっしゃー。おー、引く引く。あー、いいサイズですね、これ。よっしゃー。キー。よっしゃー、キー、オッケー、でかい。出たー、出ました。でかでかいね、いきなり来ました。まあキロアップはまあ言ってますね、確実にね。これは来た来た、でかいでかい。よいしょ、オッケー。
池がついてる。ついてないです。手漕ぎです。これなぜ車で持ってきちゃったの？はい、車の上に積んでます。魚体もついてるんだ。魚体、はい。はい。昨日出たんですけど、昨日はイカが釣れましたね。うん。行ったことないです。ここは岸からしか釣ったことなくて、スズキとかチヌとかヒラメを釣ったことありますね。そうです。はい。めっちゃ帰らすの。そうですね。昨日ひっくり返りました。はい。はい、昨日ちょっとね転覆しましたんで今日リベンジで来てみました。この昨日のところはねちょっと今日風があるみたいなんでちょっと初めてのところですね。ここが一番いいから近いでしょうね。30分ぐらいで撮れますから頑張ってみたいと思います。ちょっとねガーミンがちょっと映らなくてですね今日おかしいなぁと。まあ、チンした影響もね、あるのかなと思ってますけど。まあ、そしたらね、まあ、会長図頼りですけども、平面のね、データで頑張ってみたいと思います。ちょっとこの辺、遠浅だと思うんで、どうかなとは思うんですが、朝のうち雨だったんでね今日遅く出ました。11時ですね。よいしょ。お、あれは水かさじゃないか。すごいね。水かさですね、あれね。緑色でかっこいいですね。ガーミン直った。ちょっと断線したんですけども、繋ぐとこ間違ってました。あ、おかしい。いや、おかしくはないけど。なんてことですか。釣れないですね。ガーミンは、釣るようになっていいんですけど、あんまりやっぱ魚がいないっていうか、地形変化がまり、ないですね。
もう行くんじゃない。人すごいな。よっしゃー、やってきた。結構いいんじゃない。よっしゃ。ヒラか、ヒラが来た。うう、でかい。よし、うん、おし、よっしゃ、オッケー。でかいね。何が来たかな。よし、釣れませんね。まだちょっと早いんですかね。なんかですね、ちょっと難しそうですね。残念ながらスズキが1匹とかろうじてですけどね、釣れたということで、ちょっと渋いな、渋かったけど、まあ今年ね、初カヤック長江、まあ長距離ですね。昨日は本当ちょっとしかやってないんで、今日はね本当長くちょっと乗ってみましたけど楽しかったです。まあ今からね季節良くなると思うんで、じゃんじゃんねカヤックで出たいと思います。よし、それではまた。